はい、どうもまるです。ちゃんまるさんがプリキュアになったら開始1分くらいで。分かってんじゃん。俺がプリキュアになったら開始1分くらいで全員敵倒しちゃうよ。敵幹部にぶっ飛ばされそう。お前も俺と一緒にぶっ飛ばされよっか。皆さんプリキュアって知ってると思うんですけど、プリキュアに出てくる妖精たちが人間に変身できたりするんですけど、皆さんはご存知ですか？あんなに可愛い妖精たちが人間になれるのって話ですよね。ってことで今回は人間に変身できる妖精が面白かったので見ていきたいと思います。じゃあまずはイエスプリキュア5に登場するココ。ココはパルミア王国の王子なんですよね。そうでしょ、こんなのが王子って。ただデデデ大王の方が王子っぽいよ。ほんと大丈夫か、パルミア王国。王子って言ったらもっとイケメンな人のイメージあるよね。でもなんとココはね、人間の姿になれます。あ、でしょうね。でもどうせ人間の姿になったとしてもそんなに変わんないでしょ。ちょっと待って、どちら様ですか？こんなに人間の姿で変わるもんなんだね。イケメンすぎでしょ。ちなみにプリキュアには他にもいろんな妖精がいるんですけど、まだまだたくさんイケメンの妖精がいます。ナッツ、シロップ、ポップ、ピカリオ、ハリーなど様々な妖精がね、イケメンの人間の姿になります。イケメンにもなれて可愛い妖精にもなれるって、お前らずるすぎだろ。続いてはドキドキプリキュアに登場する妖精シャルルなんですけど、もうみんなうすうす感づいてるよね。じゃあプリキュアと一緒にいる妖精も人間の姿になれるのかって話ですよね。まあ俺は多分無理だと思うね。プリキュアといつも一緒にいる妖精まで人間になれたら絶対ややこしくなるもん。もう何でもありやん。まあそうなってくるともちろんね、いつもプリキュアと一緒にいる妖精もね、人間になれますよね。ラケル、ランス、ダビー、キャンディー、アフ、ペコリンなどなど、いろんな妖精たちも人間の姿になれるんですよ。じゃあもう人間の姿でいろよ。続きましてはイエスプリキュア555に登場するミルク。もうこの流れだと絶対人間の姿になるのは分かってんだよね。え、プリキュア？ミルキーローズって名前なんですけど、めちゃプリキュアに見えますよね。実はプリキュアではないんですよね。でも映画プリキュアオールスターズではプリキュアに含まれてるんですよね。めちゃややこしいな。もうそれはプリキュアだろ。最後はハートキャッチプリキュアに登場するポップ様。綺麗な心の花。ポップ様はオープニングでスナッキー相手にめちゃくちゃ無双するんですよね。あと下に綺麗な心の花って書いてあるけどさ、もうこれ汚い心の花だろ。もう残念だけどこの顔はイケメンにもなれないし可愛くもなれないでしょ。この顔は多分ネズミ男になるな。ちょっと顔似てるしね。ギャップありすぎでしょ。